やー横浜はええとこじゃのう。おい今村はよく食べろ。よしここに隠れて白船を見るぜよ。偉人さんが作った白船はどんなもんじゃき、ワクワクするっちゃ。はよー今夏のお待ってました。アスカツ、なんじゃこれは。白船はこんなにでかいがか。わしは驚いた。日本は変わらねえか。どう今村。よし近づいてきよった。これで中を見よう。私はエビでございます。フランスから来ました。嘘つけアメリカやろペリーは。白船大好き。なんであの女を見たことあるような気がするの。いやいやいかんぜよ。日本は小さい。わしはいつかあの白船に乗って世界中を旅する気。なんとか幕府の異国を受け入れないという考え方を変えてもらわんとな。そのためには次々長州藩薩摩藩に協力してもらうしかない。よし早くすれば行くぞ。キャプテンが招待できます。